ホットステージ3時間半並んで入れなかった男です。どうもこんにちは。午後の3時ぐらいから並び始めて、カチカチ数えてるんですよね、お兄さんが。数えながら、なんかこちらですみたいな、待機列こちらです、ああ数えて、あ、いけるんかなみたいな、はいはい、じゃあ並びますわみたいな。まあ3時ぐらいか並べ、さすがに18時ぐらいに入れるんじゃないかな。並んで、暑い、くっそ暑い、もう日陰もなんもない。待ちました。で18時ぐらい進んで転換終わって、バー入っていったら真ん中ぐらい、全然ステージは全然ところ、え、入れない可能性があります。え、え、いや、え、いやカチカチしてる、2000人食べてはい、なんで入れない、並んだ時には言わない、あ、遅くない、何見てたお前な、何数えてたな、お、見遅すぎんか、3時間待っとったやつ、どういう気持ちか考えたことあんのかお前な、お前まだ並んでる人いるぞ、どうすんねん、あのまま終わるんか、外で終わるんか、おい、どうなっとんねんこの運営は、おいオタクみたいになってますけど、なんやこら、おい、おー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 、オタクを舐めとったらあかんと思う、オタクに人権ないんか、まあないですけど、金もらって人数数えてちゃんと整備するのが仕事ちゃうんかい。さっきの昼間のスカイガーデンもなんかエレベーター上がれたって思ったら出るのに行列なんでエレベーターで待たなあかんの、アイドルも曜日練習何してんすかマジで、今日アイドル全然見れてませんよ、全然待ってんのと待ってんの、アイドル見て待つ、アイドル見て待つ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 、アイドル待つ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 、待ちフェスですかここ、待つフェスですか、行列フェスですか、ちょっともう来ません、ピアフ来ません、来ません、何時から並んでるんですか。午後2時、3時か。午後3時です。今何時？今が、18時半です。あ、サドン食べ終わりました。ありがとうございます。はい、です。